特に問題はないのですが、昼寝から覚めると左手にダンゴムシが群がっていることがあります。数匹ほどが遊んでいることもあれば、多数が集まり真っ黒な塊になっていたり、虫の触れる感覚があるわけでもなく、眺めているとそのダンゴムシが左手へ潜って消えるというだけですが、浮いた静脈を丸まって流れていく様子は少し嫌な気がしています。ダンゴムシが訪れるのは昼寝の際だけで、深夜に眠りから覚めた場合には誰かが私の左手を何か細いもので刺しています。これも感触がないので刺して気にならず、照明を落とし薄暗くして眠りますから、最初は人物の特定もできなかったのですが、慣れた頃にいきなり羽を着て転倒してみたら職場の先輩でした。しばらく見つめ合いましたが、先輩は悲しいような笑っているような表情を浮かべて壁に埋まってしまいました。人間関係は悪くないし、今夜も本人と飲みに行く予定なので、まあ気にしないことにします。同じようにこうして羽を切る逆ドッキリを繰り返したところ、中学時代の恩師とか、親戚の子供、通勤電車でよく見かける OL なども私の左手を刺しに来ていることがわかりました。大抵みんな正座して刺しているので、唐突に部屋を明るくされると私を見上げ、それからゆっくり起立して壁に埋まります。ただ、刺すのに使う何か細いものの正体はまだはっきりと視認できていません。それから私に気づかれた瞬間の彼らのあのどういうわけか申し訳なさそうな微笑みも少し不思議です。